激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。ワンダメトロポリターノへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするディビジョンライバルズのこの一戦、注目の一戦になりそうですね。面白いカードですね。これなら内容にも期待ができると思います。早速試合の方を見ていきましょう。ポグバ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。ポグバのパスミスでしょうか。宇賀神智也、ジョアン・フェリックス、中に入れてくるか。惜しい、わずかに枠をそれました。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。アダマ、ファンデベークに渡った。これはチャンス。デヘアが防いだもののプレーは続いています。また止めました。しかしまだインプレーです。福西さん、今日は両エースの意地が正面からぶつかる、まさにそんなゲームなんじゃないでしょうか。アリソンが防いだもののプレーは続いています。体を寄せる、体に当ててクロスをブロック。序盤から試合が動きそうでしたが、今のはキーパーがよく止めました。見事なテクニックで突破してきました。オフサイドラインを越えてしまっていました。このパスは読んでいました。よく見ていました。おっと、スーパスだ。アダマ、デヘアのファインセーブ、1対1を止めました。ガブリエル・ジェッス、ゴールキーパーが見事に止めた。明らかに試合の流れが来ています。サポーターもそれを感じているようですね。このコーナーでひときわ声援が大きくなりました。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。ボールを奪われます。ここは味方を使います。アダマ、キーパー弾く。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。入れば1点リード。決まった、ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。このパスはカットされます。ルークショー、前を見たい。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ジョーダン・ヘンダーソン、ボールはヘンダーソンへ、ボールはガブリエル・ジェズスへ。サイドからの攻撃を狙います。1対1です。これは危ない。決まった、ゴール。このシュートはいいコースに飛びました。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。これはよく見ていた。スルーパス通るか。入った、これはナイスシュート。ボールは低い弾道でゴールネットを揺らしました。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ボールを前に運んでいます。チャンスでしたがゴールキックになります。
相手ボールになります。いいボールが出ました。スルーパスでしたが合わないか。ゴールゴールゴール。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ポグバ抜いた。周りを確認したい。タッチライン際を上がれそうです。またもピンチか。チャンス。ゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。プレスをかけボールを奪ったところからの組み立てが素晴らしかったですね。監督の狙い通りになったんじゃない。ここは抜いてくるのか。どう出てくるか。これで3点目。ハットトリック達成です。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。最後は確実に決めてきました。2対1のシチュエーションをうまく活かしましたね。素晴らしいボールです。スルーパスを狙った。ゴールは無人だ。ゴールが決まった。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。そしてこのシュート、2対1の場面を作った時点で勝負ありでしたね。これは見事なインターセプト。裏も見えていたのか。入った。ボールはゴールの中へ。ボールはネット低い位置に飛び込みました。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。どこまでドリブルするのでしょうか。何かしてきそうですが、このシュートはディフェンスに止められます。ボールは相手に渡ります。打ってきた。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。コーナーキックになりました。カウンターのチャンスが巡ってきた。さあどう来るのか。これはカードも覚悟しているかもしれませんね。警告、イエローカードです。今のは仕方がありませんね。いい距離ですね。ゴールを狙いそうです。壁でコースが変わる。狙った。見事なブロックです。サイドにスペースが空いています。いいボールを送りたい。マル・トリゲロス。アリソンのダイビングセーブ。中に入れた。ここで前半終了。なんとも驚きの前半戦でした。この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。今のパスを止めていなければあわやという状況でした。ジョアン・フェリックス。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。ボルハ・イグレシアス。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ゴール前、期待も高まります。ディフェンスの見事なブロック。前に押し出します。うまく攻撃の流れを読んだ上でのインターセプトでしょうか。
パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ここは打てるか。ここで選手交代です。いまいち試合に入りきれませんでしたね。選手交代で流れを変えようとの判断かもしれません。カルム・チャンバース、ジョアン・フェリックス、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、パスを出した先は相手の選手。ジョーダン・ヘンダーソン、ボールはファンデベークへ。キーパーと1対1、ガブリエル・ジェズスが決めた。この人ならではのゴールでしょう。この試合に関しては力の差が出てしまっています。パスをカット、いい読みでした。味方もサポートに来る。素晴らしいスルーパス、入った。ゴール、これでハットトリック達成です。いやー、それにしてもこの選手はすごい活躍ですね。フィニッシュも非常に落ち着いていました。こうなるともう誰も止められないんじゃないですか。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ルークショー、ジェズス、1対1です。入った。これはナイスシュート。2対1にされてしまいましたね。こうなってしまったらキーパーはどうすることもできません。激しくぶつかっています。うまく読んだインターセプト。ルークショー、ボールはポグバへ。ボールを運びゴールに襲いかかります。シュートのチャンスだ。入った。ボールはゴールの中へ。バーとしてはサポートが欲しかった場面ですね。2人を相手に止めようとしましたが、これはどうしようもありません。ボールを失います。ポグバ、ヘンダーソンに渡った。サイドからの攻撃を狙います。そのまま前に進みたい。ゴールは無人だ。決まった。ゴール。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。サポーターは勝利を確信しているかもしれません。期待に応える展開です。チーム力にも余裕がありますからね。それがスコアにも表れています。ジョアン・フェリックス、ポグバがボールを失いました。絶妙なパス、ゴールにつながるプレーとはなりません。いいボールを送りたい。クロスの質が良くありません。ゴールキックになります。ボールはイグレシアスへ。パスが通りません。いいところへ出した。ちょっと強すぎたか。これはもらった。決まった。ボールが無人のゴールのネットを揺らします。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。
味方にパスを出します。さあ決められるか。デヘアのセーブ。まだインプレーです。高い位置でカットします。デヘアが防いだもののプレーは続いています。コーナーキックになったようですね。クリアしきれません。いいスペースにロブを出しました。決まった。ゴールゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。クリアするならもっとはっきりクリアしないとダメですね。中途半端なプレーが危機を招き相手に決められてしまいました。ちょっと集中力を欠いているんじゃないでしょうか。さあどうだ。いいところに出します。このピンチはキーパーが救いました。今のは冷静な判断でした。ゴールチャンス。キャッチできません。ボールがこぼれた。相手陣内でインターセプト。スペースへのボール。さあこれでハットトリックとなりました。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。この試合に関しては力の差が出てしまっています。周りをよく見ています。ディフェンダーの背後に走りましたがもう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。カットしたのはポグバ。ボールを運んでいます。ボールはファーポストの選手へ。キーパーがっちりとキャッチ。このパスは通らない。ここはよくスペースが見えていました。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。試合